日本和装 IR ステーション IR アンカーの大森幸子です。本日当社子会社の日本和装クレジット株式会社が総額15億円のコミットメントライン契約を締結したことを発表しました。コミットメントライン契約とは契約期間中ならいつでも契約した金額まで金融機関が融資をすると約束する契約です。 今回の契約では今後1年間総額15億円までいつでも融資を受けられるという内容です金融機関は三菱東京 UFJ 銀行をまとめ役としまして全部で7つの金融機関が参加しています日本和装クレジット株式会社は当社のお客様が着物や帯を購入する際の ショッッピングクレジット事業を展開しております本日の発表は総額15億円の融資をすると約束するほど日本和装クレジットが金融機関から信用を得ていることそしてさらに多くのお客様に安心して日本和装クレジットをご利用いただける準備が整ったことをお知らせしているものです。それでは